F-35B 戦闘機艦載計画に伴って、護衛艦出雲、加賀に大規模改修工事が行われています。そんな中、護衛艦ヒューガ、伊勢に注目が集まっているという情報が入ってきました。今回は、護衛艦ヒューガ、伊勢になぜ注目が集まっているのか、見ていきます。おお、隅でもドローン空母はいけるな。2023年時点で、海上自衛隊で最大規模を誇る艦艇といえば、伊豆、元加賀の2隻を含む出雲、片ヘリコプター搭載護衛艦ですね。これは、艦首記号 DDH と呼ばれており、極限まで回転翼機の運用能力を高めた艦になっています。出雲、片護衛艦は、基準排水量19500トン、満載排水量26000トン、全長 248.0m、全幅 38.0m、深さ 23.5m、喫水で 7.3m のサイズで、名実ともに海上自衛隊艦艇で最大規模です。この大きさを誇る出雲、片護衛艦の機関部ですが、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM2500IEC が、スタータービンが4機組み合わされた小ガグ方式が採用されていて、マックス出力11万2000馬力、速度30ノット以上を発揮するそうです。また、出雲、片護衛艦の電源設備として、機関部と同様に、アメリカのジェネラルエレクトリック社製の LM500GA07 ガスタービンオモ発電機を4機等搭載しており、合計で、最大 14000kW の電力供給を行うことが可能となっています。出雲、片護衛艦は、全通式飛行甲板上の右端部分に集約化された環境を備えています。これは、いかにも航空母艦しかとした全通式の飛行甲板で、その上には、5箇所の回転翼機が同時離発着できるスポットがあり、収益時から、国外では、ヘリ空母とみなされてきました。この全通式の飛行甲板のサイズは、艦自体とほど同様の全長 245.0m、全幅 38.0m が確保されていて、海自で、対潜哨戒戦闘や追水上戦闘を担う SH-60kg 回転翼機に限れば、MAX 14機が、艦内格納庫に収容可能ということです。ただし、実際の運用では、出雲、片護衛艦は、標準では、SH-60kg 回転翼機を9機、輸送と救助、救難用途が主任務である、MCH-101 回転翼機2機を搭載する体制を敷いています。格納庫は3つあり、第1、第2、および、整備用の3つが、艦内に設置されているそうです。出雲、片護衛艦は、その大きさを生かして、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している双発で、大型の CH-47 チヌーク回転翼機の運用が、当初から想定されていましたが、この大型機体ですら、艦内格納庫への収容が可能ということです。ということは、出雲、型はそれほど大きいということですね。出雲、片護衛艦の格納庫に収容可能な回転翼機のサイズを紹介しましょう。SH-60kg が最大で全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 4.0 メートル、重量1065トンです。MCH-101 は全長 22.83 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.66 メートルで、重量が 15.6 トンということです。これらの回転翼機を、艦内の格納庫から昇降させるエレベータが、出雲、片護衛艦には2機備えられています。全部の1機は、飛行甲板上のインボード方式で、後部の1機は、艦橋後方の右舷に、
サイドデッキ方式で設置されているそうです。各エレベータのサイズです。飛行甲板上のインボード方式エレベータは、長さ 20.0 メートル、幅 13.0 メートルです。サイドデッキ方式のエレベータは、長さ 15.0 メートル、幅 14.0 メートルで、耐荷荷重量は30トンを超えると言います。現在、出雲、片子栄館が行っている航空母艦架改修工事によって、同艦は短距離離陸、垂直着陸が可能な F35 ライトニング 2B 型を艦載機にできますが、同機は長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強という規模ということです。出雲、片子栄館のネームシップで、一番艦である出雲、が寄港されたのは2012年平成24年1月日本政府が出雲片子栄館を改修して F35 ライトニング 2B 型を艦載機にすることを公に認めたのは2018年平成30年3月ですが、それを見越して設計がされていたことが垣間見えます。日本の大手マスメディア各社は2013年中盤以降にはF35 ライトニング 2B 型戦闘機を取得して、出雲、片子栄館の艦載機にする可能性について報道していましたが、当時の小野寺防衛大臣は、あくまで、この見解を否定する姿勢を貫いていました。当時は、政治的に日本の海上自衛隊が装備として航空母艦を運用することについて専守防衛を掲げる同体の理念を逸脱するのではないかという批判をマスディアから受けることを危惧していたせいだと思われますが、現在からすれば覚醒の感が拭えませんね。しかし日本がこうした政治状況にあった時期にも、中国海軍は国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化と増強をどんどん進めていました。こうした事態への危機感が日本国内でも醸成したことから、この航空母艦化計画は市民権を得たということになったのです。日本では2010年後半に差し掛かると、出雲、片子栄館への航空母艦化改修を公にし、2017年には、同艦の建造を担当したジャパンマリンユナイテッド社が、航空機の運用能力の向上を基とした研究を委託業務として受注したことで、その事業に着手しました。この中では出雲、片子栄館に、無人航空機と合わせて、F35 ライトニング 2B 型の運用を基とする研修が行われたそうです。これを受けて、2018末に閣議決定した防衛計画大綱や、その具体策を記載した中期防衛力整備計画では、ストブル機運用について言及されました。そこで、従来の日本政府の国会答弁では、自衛隊が保有しないと定義してきた装備3点、つまり、大陸間弾道弾や戦略爆撃機、そして航空母艦については変更しないとしながらも、出雲、片子栄館の改修は攻撃型航空母艦には該当しないという見解が示されたのです。航空母艦を攻撃型か否かと区別するこういった定義が軍事的に意味があるかどうか、実に日本的な政治上の言い回しと解釈をひねくり回したものという感は否めません。しかし、どちらにしても、出雲、片子栄館の航空母艦化改修が本決まりになったことは間違いない事実です。それでも日本政府は仮に出雲片子栄館の航空母艦化改修が完了を終えても F35 ライトニング 2B 型を常時艦載機とする運用は行わないと明言しています。従来通りの回転翼機による対潜哨戒任務との併用が前提であると付け加えています。出雲、
片子栄冠の航空母艦改修の予定ですが、まず、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手、全通式飛行甲板に F-35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱への耐熱加工を施すことが打ち出されました。また、F-35 ライトニング 2B 型の前転工事の離れ着艦をサポートするため、アメリカの強襲揚陸艦にも搭載している誘導装置を設置し、飛行甲板の先端部分の拡幅工事が打ち出され、現時点では、いすもが2027年度中、加賀が翌年の完了を見込んでいると見られています。これと並行して、艦載機となる F-35 ライトニング 2B 型は、2023年時点で、総数42機を購入することが計画されていますが、中期戦としては、航空自衛隊の宮崎県の新田原、ニュータ原基地が有力視されています。早ければ、2024年度から、同基地においての運用が見込まれているようです。このように、太平洋戦争後の日本では初めてとなる出雲、片子栄冠を航空母艦に改修しての運用計画が進められているのですが、この先駆けとなったと見られているのが、日向片子栄冠の日向、伊勢の2隻です。ちなみに、護衛艦の名前には、旧国名が付けられるようですね。出雲、島根、加賀、石川ですし、日向、宮崎、伊勢、三重というわけです。日向、片子栄冠のサイズを紹介します。基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0m、全幅 33.0m、深さが 22.0m、喫水が 7.0m の規模です。排水量比では出雲、片子栄冠の約 70% 強のサイズ感ということになります。この日向、片子栄冠も出雲、片子栄冠と同様に、全通式の飛行甲板を備えていて、フォルムから見れば航空母艦しかとした外観ですが、回転翼機の昇降用のエレベーター2機は、いずれも飛行甲板上でのインボード式が採用されているのです。この日向、片子栄冠のエレベータは、前方の1機が幅 10.0m、後方の1機が同 13.0m と小型なので、F-35 ライトニング 2B 型を昇降させるには厳しく、しかも、どちらも飛行甲板上にあるので、F-35 の離陸距離の確保も困難なのです。そのため、出雲、型のように日向、片子栄冠に、航空母艦化改修を行うのは、物理的に制約があって考えにくいでしょう。どちらかといえば、1998年、平成10年から就役が始まった大隅型輸送艦3隻の代替艦に、その機能を盛り込む可能性が高いのではないでしょうか。今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X2 新進量産化で世界のトップへ。2035年に退役開始が予定されている
国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中規模で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム、東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI がエンジン、三菱電機が電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド S.PA とアビオエアロが、開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も、参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の、詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS、TI、フューチャー、コンバット、エアー、システム、テクノロジー、イニティアティベと、IHI が、プロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9-1 です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ、実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が、独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月に、プロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を、機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、大出力が必要なのは水力を稼ぐだけでなく、
高度なアビオニクスを支える高性能な電子機器の大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワーステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9-1 エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されているプラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は最大15トンを発揮することが試験で確認されていて、これはアメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-22 ラプターに搭載されている F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF-9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF-9、道がかなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF-9、道のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF9-1 のプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF9-1 は、高圧軸と低圧軸の2軸を持つ、アフターバーナー付き低バイパス非ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで、強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料 CMC を使用することで、エンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に、大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部には、アフターバーナーと推力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、高圧動ギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9-1のタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐寒矯正コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術を流用したことが、大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによってバイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによってエンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、巡航時には、コアケース外側のダクトを流れ、
拘束時には、コア内に排気流を導いて、水力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、水力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF91 エンジンでは、水力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF91 には、2016年度から2020年度まで、水力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として、水力変更ノズルに関する研究が行われました。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが飛行中に噴流の向きを変えて水力方向も変えることによって飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には必要不可欠な装置で、昔はハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在はアメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期、戦闘機は F-35 のように通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールス・ロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF91 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。